飛行機乗るじゃないですか、うん、ツアー行くのにね僕で、はいはい、飛行機は結構苦手なんですけど、うん、その苦手とはちょっと関係ない方向に今から話が進もうとしてるけどまあ言うてもうたもんしゃあない、ね、そうしゃあない、うん、まあ苦手一応思っといて、まあ、思っといてください。それはもう置いといてください、はい、置いといてね、押し入れとかに、うん、羽田空港から乗ったんですこの間ね、はい、でちょっと早く着いたから、うん、ちょっと軽食でもと思ってね、はい、立ち食いそば屋さんがあって空港のところにね、うん、で、まあ、月見そばみたいなね、はいはい、食べてたんです。だから、うん、うめえと思ったんですよ一口目にね、うめえと思って。でもまあ俺別にグルメじゃないし、はいはい、まあ、何でも大体うまいって感じるけど、まあ、だからその時も自分の舌を疑ったんよ。その、まあ、立ち食いやからそのハードル下がってうまいと思ってんのかな俺とか、うん、であんま東京のおそば食べたことないからこううまいって感じるのかなとか、月見久しぶりに食べたからうまいかなとかすごい不安になってきてさ、うん、これがほんまうまいんやろかって思いながら中盤ぐらいに差し掛かって、うん、で隣に全く同じそばを食べてる、うん、本当にダンディーなねおじさんがいたんですよ、うん、60、70はひげも生やしてね、うん、綺麗な身なりのね、うん、綺麗なひげの方 で、うん、で食べてる人がさ、その人が途中でね、うん、うまいって言ったね、俺完全に当たったと思ってさこんなことで自信持てんやろ。そっからめちゃめちゃうまかったよだから俺だから少年が立ち食いそばで隣で食べてたら俺うまいって言ったろうと思ってさ、はい、ここが自信持てるようにうまいっつったよ。それがまあうまかったらうまかったらそうした方がいい。いやすごいこのその人のね漏れる声がねなんかすごかったんですよ、はいはい、映画俳優のうまいみたいな、なんか、高倉健さんが言いそうな感じの渋いんや。そう渋かった、まあ、これやっぱうまいんやこのっていう重みがあったんや。重みめっちゃあったなあのうまいは。いやだそれ出せるダンディーな男ならな。でもそう子供が隣おってもさ今の状態では無理よそら。うまい、いやそ無理今の状態ではちょっとまだきついんちゃう子供も。もうちょい、うん、ちょっとここやめとこってなるよ。